セスアート・ボーリス・ジョンソンはイギリス出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ジョンソンは練習生としてクルー・アレクサンドラ FC に入団し、1996年にプロ契約を果たした。ここで非凡な才能を開花化させ、様々なポジションをこなした。このジョンソンの活躍が、 ダービーカウンティ FC の目に留まり獲得の打診を受けるが、ジョンソンのクルーアレクサンドラへの忠誠心は固く、フットボールリーグチャンピオンシップの残留が決まった後での移籍となった。ジョンソンのクルーアレクサンドラへの忠誠心からダービーへの加入は予定よりも2ヶ月遅れてしまったが、1999から2000シーズンのリーズユナイテッド AFC との開幕戦で早速デビューし、 ウィンブルドン戦で移籍後初ゴールを決めた。その後、ジム・スミス監督の下でレギュラーを獲得し、U-21 イングランドでの安定した活躍から2000年のイタリア戦で代表デビューを果たした。ダービーの財政難から2001年10月に700万ポンドでリーズ・ユナイテッド AFC に移籍。加入後すぐにトッテナム・ホット・スパー AFC 戦でデビューするが、 その後は、怪我に悩まされ続けた。リーズの財政難もあって2005年に、ダービーに復帰した。ダービー遺跡後は、ビリー・デービス監督のもとで活躍し、復活の兆しを見せ、チームの昇格に貢献する。しかし、膝を負傷から2007年1月に放出される。昇格に大きく貢献したジョンソンが放出されたことは、多くのサッカーファンを驚かせた。 二年半余りの引退生活を送っていた。2009年11月にフットボールリーグのレイトンオーリエント FC から獲得の打診を受けるが、メディカルチェックで落第し、加入には至らなかった。2010年1月にカンファレンスナショナルのケンブリッジユナイテッド FC の入団テストを受けた。若くして才能を開花させ、主にミッドフィールダーとしてプレーしたが、 サイドバックなどでも活躍した。しかし、ファールが非常に多く怪我もしやすいことから、出場試合数は多いとは言えない。ありがとうございます。